どうもジンさんです。今回はアニメで期待している追加エピについてまとめてみました。以前視聴者様にはコミュニティ機能を利用してアニメに期待していることを募集いたしました。結果分かったことは、多くの人がアニメを楽しみにしていることです。アニメ自体は2022年10月放送予定とだいぶ先の話ではありますが、もう待ちきれんというほどの熱量を感じました。今回はそんな皆様と一緒に作る妄想話というか、こんなのあったらいいよねって共感していくだけの動画です。決して公式への要望動画とかではないので、そこは誤解ないようお願いします。それじゃあ早速やっていきましょう。ブリーチではあえて全てを語らないことで読者に想像の余地を残し、いつまでも楽しめるよう工夫されていますが、今回の結果から見るに、僕も含めてやはり知りたいことは知りたいという意見が多い印象でした。原作だけでは明かされなかった挽回や設定など、確かに考察も楽しいけど、そろそろ教えてよって感じですね。その他にはもっとこのシーンの詳細ちょうだい、この人の活躍もうちょっと欲しいみたいな意見が多かったです。それでは早速見ていきましょう。1. 佐々木部 vs ドリスコール。これはソウルソサイティ vs バンデンライヒの始まりとも言える一戦。原作ではすでに決着がついた状態で、瀕死の佐々木部だけが送られてきたわけですが、ここの戦いを見せてほしいという声が非常に多かったです。理由は佐々木部の挽回。佐々木部の挽回、高校権陵離宮は本人が使用した描写はありませんでした。これがこの戦いの詳細を渇望させる最たる理由です。佐々木部の人気ってかなり高いんですよ。生涯副官であり続けたあの生き様とか、最終章で一気に加速した印象です。正直あそこは何が何だかわからないまま奇襲を仕掛けられる様子を描きたいはずで、メダリオンの詳細とかもあの4体調シーンで初めて披露するつもりでしょうから、この戦いが冒頭でいきなり描かれる可能性は低いのではと思っています。ただ僕も見たい気持ちは一緒です。諦めません。 2. 宇野花の挽回とケンパチ対決。アンケートでもダントツで票を獲得したここ、やっぱりケンパチ人気は高いですね。宇野花の挽回は能力が詳細不明ということで、ここを知りたい人多かったですが、それよりもザラキとのケンパチ対決、ここに期待している人とても多かったです。この2人の戦いは時間をかけても見たい、迫力あるバトルを期待している声が多かったです。確かにこの2人は特殊な能力とかなく、純粋な残術のみの戦いと、さらに舞台が無限という闇の中での戦いのため、とてもかっこいい戦闘になりそうです。最強VS 最強のこのぶつかり合いはかなり期待してしまいますよね。 3. ゼロ番隊の活躍。これも非常に多かったです。確かに原作では和尚が目立っていましたが、それ以外の戦闘シーンはちょっと物足りない感が否めませんでした。和尚 VS ユーハバッハ終わったらなんか全滅してましたからね。本気の戦闘シーンが欲しかったというのは、ゼロ番隊の残白刀や能力が知りたいとほぼ同義であると思っています。我々は彼らの挽回も知りたいし、視界も知りたいということです。もう親衛隊相手じゃなくて雑魚相手でもいいから、能力解放して無双するだけでもいいから、なんか見せてくれと僕は思っています。 4. サービスシーンの数々。千年決戦編では激しい戦いの中で我々読者を興奮させるサービスシーンがありました。例えば白骨地獄に浮かぶルキアのケツや、ヨルイチさんの食い込み、織姫の両脇からこぼれそうな弱光雷光弁とその衣装、ジジとゾンビエッタのシーンなど色々あるわけです。そんな中でアニメに期待している我々が最も懸念している点が、このサービスシーンの削除です。こんなことされたら暴動もやむなしではありますが、全然あっておかしい話ではないため我々は恐れているのです。しかし視聴者様からのコメントにて、アニメの PV でソイフォンの横乳が挽回していました。これまでは白いので隠れていた横乳がハミ乳している、これすなわちもろもろのサービスシーンも期待していいのではと、鋭いコメントに僕は少し救われました。皆さんはどう思われますでしょうか。コメントで教えてください。 5. 石田雨竜の謎。作中では最後まで明かされることのなかった石田雨竜の謎、アウスベーレンを回避できた理由や、キルゲの妙な反応、ユーハバッハに銀の矢尻を打ち込めた理由など、石田雨竜には様々な謎があります。そして石田雨竜だけでなく、祖父石田宗剣も謎ですよね。なぜクインシー・フォルシュテンディッヒに固執したのか、なぜバンデンライヒから追放されたのか、石田家には多くの謎が残されているわけですが、それらをアニメで解説してほしいと、そう望む声が多かったです。確かにこれは相当気になりますね。僕もこれはぜひ教えていただきたい内容です。考察しようにも作中でヒントほぼないですから、個人的に一番望んでいる内容ではあります。 6. 草地千尋の正体とザラキの挽回。
これも明かされていない内容の補足を望む声ですね。グレミー戦あたりから様子がおかしかったヤチルは消えたと思いきやまた現れ、ザラキに挽回を与えてまた消えました。ダンパク島なの？でも野ざらしあるしみたいな感じで、なんとなく察することはできるものの、はっきりとした説明がないので、その答えを望む方非常に多いです。あとはザラキの挽回、これまでの挽回とは異なり、ダンパク島ではなく自分自身が変化する挽回で、意識も失う異質な挽回、名前すら不明のこの挽回の解説はアニメで補足されるのでしょうか。もしかしたらアランカル大百科みたいにアニメ最後のおまけコーナーでさらっと解説されそうですね。7、アイゼン VS ユーハバッハ。おそらく宇野花関連の声に次いで多かったのがこちら、アイゼンとユーハバッハのラストバトルを引き伸ばして戦闘シーンを追加で見たい、こういった声ですね。あとは第一次進行で無限で行われた2人の会話、これも見たいって人いました。確かにこの2人のラストバトル、原作では2人が戦い始める前にイチゴラが駆けつけてしまいましたが、確かにその2人だけの戦いってのはとても興味があります。かつて戦ったボス同士の戦いなんて熱いに決まっていますから、原作改編にはなりますがかなり面白そうです。他にはこの戦いでさらっと登場した波動の99五流点滅、これの栄称が追加されてほしいと望む声もありました。8、残月。ちょっとまとめちゃいましたが、これは霊王宮修行後に手に入れた真の残月に関わることすべてってことです。特に気になるのは挽回、天差残月ですよね。主人公の真の力は発揮することすら許されず、解放後の自ページで折られて終了、能力すら不明のまま終わってしまったわけですが、せめて少しだけ戦闘シーンを見せてくれって声が多かったです。これはね、わかる、僕も見たいです。修行したイチゴの無双シーンだったり、天差残月の戦闘シーンめっちゃ見たいです。あとはアンケート選択肢にもなっていたラストの中から出てきた視界残月、あのシーンの解説ですよね。あれはどういうことなのか確かに気になります。9、戦後直後のシーン。これは追加エピの話になります。原作ではユーハバッハを両断した後すぐ10年後と飛んだわけですが、ユーハバッハ撃破直後の話、戦後直後の話を見たいと望む声がありました。ここは想像もしなかったところだったので、面白いなぁと感じたので紹介。少しだけなら小説キャントフィア・ユア・オン・ワールドで描かれていて、例えば負傷者の手当ては織姫も交えて4番隊と共に行ったり、アイゼンを無形最終巻する様子も描かれていました。ただまだまだ気になるところはあるので、そういった部分を描いて欲しいというわけですね。可能性としては低いかもしれませんが、あってもおかしくない内容かもしれませんね。10、小説。これは原作とは異なり、小説で描かれたものをアニメ化してほしいという声となります。千年決戦編後の小説といえば、キャンドフィア・イヤ・オン・ワールドと We Do Not Always Love You があります。前者は四大貴族が絡み霊王や世界の秘密、平子やヒサゲの挽回が登場したりします。後者はルキアとレンジの婚約発表から挙式までを描いた話となります。これをアニメにするとなると、もはや別枠となってしまうほどだいぶボリューミーな話になりますが、どちらも非常に面白いストーリーのため、アニメで見たいっていう気持ちには激しく同意です。個人的には We Do Not Always Love You の方が見たいですね。ブリーチの日常ってかなり面白くて好きなので、それを目でも楽しめるっていうのはとても贅沢です。もしされるならですけどね。以上、アニメで期待している追加エピについてまとめてみました。動画の内容いかがだったでしょうか。他にも様々な意見がありましたが、大体のところをまとめて動画にしました。他にはハリベル対ユーハバッハの追加だったり、あとはヤマジーの挽回や親衛隊戦など戦闘シーンの作画を期待する声が多かったです。あとは下手に追加や改編はせず、ありのままをただアニメ化してくれって声もありました。アニメに対してたくさんの思いと期待があるわけですが、そんな熱い気持ちをコメントからぜひ教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。